ペニスを半分入れた段階でローションを、ここの接合部半分のところにローションを垂らしてください。皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永紀夫です。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。励みになります。で、彼のペニスが痛くて入りにくくなりました。久しぶりのセックスで痛くて入らなかったとか、パートナーが挿入時どう痛がってセックスの時に気が引けるなど、更年期以降の女の人の時にね、こういうことがよくわかります。性交痛を軽減する対工夫が求められてきます。ですか。そうすると女の人、女性側が深さや角度、ピストンの激しさを調整できる非常位が性交痛が起こってきた場合にはおすすめです。自分で調整できるからね、角度とか深さとかをね。だから自分で調整するためにも、自分の深さとかこの角度がいいなっていうことをあらかじめ知っておかないと、いきなり本番だとちょっときついなっていう人が増えるのはこういうことです。またローションの使い方が非常に重要になってきます。もうたっぷり広範囲、もう前、ビフォア、挿入の前と挿入中と挿入の後、もう富永紀夫式のローションの使い方3段階をご説明しましょう。みんな私は濡れるわよとおっしゃられる方もぜひ聞いておいていただきたいんです。体調によってね、濡れ方って変わるって知ってますよね。また更年期でなくてもお若い方でも月経周期によって感度が変わる、また濡れ方が変わるというのはエストロゲンの上下がありますから、それも自然なことです。なので久しぶりのセックスに臨まれる方は、特にローションをどのように使うかということを知っておくと武器になりますよ。いいですか。まずですね、挿入の前からローションはたっぷり使っておきましょう。具体的にはこの外陰部に対してパール粒3個分ぐらいを手に取って大きく広げて塗り広げておきます。でも考えてみてください。この入り口の下3分の1とか、膣の奥が狭くて痛いっておっしゃってる人に、摩擦を避けるためのローション、表面に塗ることは非常に正しいんですけれども、奥が痛い人の場合はローションの効果が届かないでしょ。なので一つ目のポイント、いいですか。挿入の前にしっかりとローションを膣の中に入れておく。どうやって？そうです。まずは口に含んでいただいて、パートナーさんがね、クンニリングスなどの後、これからですね、挿入しますよという時のその前にローションを口に含んでいただいて、そして口移しで膣の中に押し入れていただく。いいですか。こういうことしてくださいね。そして表面にもたっぷり塗っていただきます。なぜならば皮膚粘膜がお互い薄くなってますということはですね、摩擦とか恥骨が当たると非常に痛いことがある。濡れるとか濡れないだけではなくて、そういうことがありますということは、極めて摩擦を減らすローションは非常に重要だということです。ポイント2、挿入中にもローションを継ぎ足す。これどういうことかというとですね、流行る気持ちは分かります。早く入れたいとか、勃起している間に入れたいとか分かります。でもですね、非常にオルガズムに至るのに男の人より女の人の方が時間がかかることは皆さんご存知ですよね。なので今ローションを塗った段階、ビフォアですよ。そしていよいよ、挿入するんですけど、挿入の時に実際全部バーンと入れると、もしかしてもう久しぶりの彼女の場合はとても痛いかもしれない。で、彼女がそうじゃないかもしれない。だけど久しぶりで萎縮されていらっしゃる方もいるかもしれないということをですね、念頭に置いて、ペニスを半分入れた段階でローションを、ここの接合部半分のところにローションを垂らしてください。いいですか。半入れの段階でそういうことをしたら何が起こるか、もちろん膣の奥に対する摩擦も減るっていうことも分かります。なのでこの段階、半分入れた段階でローションを継ぎ足す。そう、最初塗ったね、この皮膚表面のローションが乾いてきたら、ね、やっぱり追いローションが必要なんです。追いガツオみたいですけど、あと追いローション、挿入した段階で
また上から垂れ流してください。そしてこの接合面が、まあ、また体の、ね、恥骨の接合のところですから押し広げられていきますので、このように大人のローション使いは3段階であるということ、ケチらないということですね。この動画の概要欄にジョイが教える特別なテクニック動画、極上の潮吹き愛欲にまみれたい女を公開しています。ぜひ下の概要欄から無料動画を受け取ってくださいね。スマホの方は画面右下にある下向きの矢印をクリックいただけると URL が表示されます。次に概要欄中ほどにある URL をクリックして無料動画極上の潮吹きを受け取ってください。今回の動画が少しでも役に立ったなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。概要欄に特別動画極上の潮吹きへのリンクを貼っておきました。ぜひ概要欄のリンクを確認してくださいね。こちらはサポートの関係で予告なく募集を終了する可能性があります。少しでもご興味があるならぜひ見逃さないでくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。